石窟庵と仏国寺は大韓民国の慶州市南部にあるユネスコの世界遺産。と府武山の山麓にある仏国寺と石窟庵の二つの仏教寺院が登録されている。この世界遺産がある慶州市は紀元前1世紀頃に始まり10世紀に滅亡した王朝、白木の都であるジョラバツ、近所が置かれていた場所である。石窟庵と仏国寺は 8世紀頃の慶徳王の時代最小の近代城により混流された。石窟案は東向きに作られており、日の出、月の出の名所でもある。制作者については、謎が多く、同時代の仏像彫刻に比べてはるかに聖地であり、白木美術の最高峰と呼ばれている。1995年に大韓民国初のユネスコの世界遺産として登録された。 この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。国宝、第24号。本尊は亜宿如来座像。花崗岩を組み合わせて、人工的に作られた、石窟寺院で、白木時代の仏教美術の最高傑作とされる。国宝、第23号。太雄殿正面の紫霞門に架かる石橋。 751年の時から存在している遺構と考えられている。上段の16段が白雲橋、下段の17段が西雲橋である。国宝第22号。西雲橋、白雲橋と同じ形式の石橋であるが、規模は小さめである。国宝第20号。高さ10.4メートル。白木時代五十一年の作と推定されている。 紙面に階段が設置され、塔下部は4本の柱で支えられている珍しい塔の形状をしている。また、塔の周りには石獅子が配置されていたが、現在では一体の見残る。国宝第21号。高さ8.2メートル。白木時代の山層塔。1966年の復元工事中、塔中央部から世界最古級の木版印刷物である。 無く上皇だらに行が発見される。国宝第26号。白木時代の作とされるビルシャナ仏。国宝第27号。白木時代の作とされる阿弥陀如来像。石窟暗金大城は、白木の慶徳王時代の最初、建築家、彫刻家である。金文介の息子であり、到達した神は大京保国高六大部である。慶徳王十年。 親の長寿と国家の安寧のために、仏国寺、石仏寺、長琴吹寺を創建し、天才的な技術と技量を発揮して、石窟案の設計を完成させた。石窟案は、仏国寺の石塔、石橋と共に傑作とされる。ありがとうございます。